19歳の若さで日本バンタム級のタイトルに挑む。後楽園ホールは満員の観衆です。日本バンタム級タイトルマッチ、チャンピオン今里光雄が19歳の若きチャレンジャー高橋尚人の挑戦を受けます。赤コーナーから戦後41代目日本バンタム級チャンピオン今里光雄、今日が4度目の防衛戦です。青コーナーは1986年度新栄賞を獲得した高橋尚人の入場です。チャンピオンカーニバル最高のカードと言われるこの試合、実況生中継でお送りします。ということで、はい、注意が与えられましたが楽しみですね、この試合は、ね、いやもう本当です ね、はい、これはもう黙って見てた方がいいんじゃないですか、はいはい、そうしましょうか、立ち上がりね、さあ第1ラウンドゴングが鳴りました。白いトランクスがチャンピオンの今里、そして濃紺のトランクスに縦のラインが入っております。これが挑戦者の高橋尚人、19歳、身長は今里が167センチ、高橋が168センチ、ほとんど変わりません。キャリアが31戦ある今里、一方の高橋の方は10戦です。キャリアの点では今里が大きく上回っております。4度目の防衛戦、今里はどちらかというとこうガードをしっかり上げない、なんというか変則的なボクサーなんですが、そうですね、非常にあの勘のボクシングやりますよね、はいはい、勘がいいですよね、はい、ですからそのガードが下がったところをね、はい、再三ちょっと受けましてね、何度かダウンはしてますけれども ね、 そうですね、まあ、よくあの試合前に今度のチャレンジャーはちょっと手ごわいぞということを聞くと今里はぐっと締めて練習するんですが、ちょっと油断しますとこのガードが下がって気を抜いた試合をして負けるというようなケースもあります。従いまして9敗という中には油断して負けたというのもいくつかあるようです。今里22勝9敗という戦績です。今日が32戦目今里、いい左ですね、はい、やはりあのリーチがあるんですからね、ええ、こういった左を使ってですね、高橋君はね、はい、攻めた方がいいんじゃないですかね。高橋も落ち着いてますね、立ち上がりね、この左が、ね、安倍会長はこの左をじっくり見てくれということをおっしゃってましたが、この左がいいようです。濱田さん、立ち上がり両選手いかがですか、はい、表情は、はい、お互いにいいと思います、はい、それぞれ落ち着いてますか、はい、チャンピオンの今里、左を出しましたが届きません。濃紺のトランクスの高橋尚人、白いトランクスが今里、いいです、いい右が入りました、ね、今里の右、はい、ちょっとオープンだったですかね、でかい音がしたですからね、はいはい、しかし早いですね、今のパンチは ね、 ね、この右を合わせるとですね、はい、逆にこの高橋の左が出なくなっちゃうんですね。あ、なるほど、そういった意味ではいいパスだったですよね、はい、はい、おー、いい左ですね、まあ、原田会長はですね、この左をどうしても高橋の左が怖いんで左を殺すようにという指示を出して、その練習を積んでまいりました、今里光雄、この左がいいですね、はいはい、この左を殺さないと今里としては苦しい展開になりそうです。今里の方はだいぶ顔面に受けています。そうですね、特にあの左を受けてますね、はい、今井さん、はい、赤コーナーの原田会長はやはりその点ですね、うんうん、左をちょっと食いすぎるなということなんですね。あ、ただあの今里サイドとしましてはね、はい、相手が打ってくればそれがまたチャンスになるわけですからね。あ、打ち合いになればね、はい、安倍会長は、とにかく打ち合いになってしまえば今里の壺にはまってしまうようなもんですから、打ち合いにはなかなか行きませんよという手の内を明かしてくれました。右のボディ、ボディフックノーガードでどんどん打っていきます。チャンピオンの今里、白いトランクス、画面の左側、白いトランクスがチャンピオンの今里光雄、東亜ファイティング所属、紺のトランクス、今度は左に変わりました。高橋尚人、阿部ジム、19歳です。今日が11戦目。しかしね、よく冷静に見てますよね、はい、高橋君ね、こんなに落ち着いて仕上げできるもんなんですかね。いや、本当ですね、大したもんですね。いや、驚きますね、はい、ですからよく見えるんですね、パンチがね、チャンピオンのね、それとやっぱりチャンピオンちょっと振りが大きいですよね。そうですね、もう少しフエントとかはね、はい、おー、右当たった、右当たったぞ、ちょっと黄田が、よし、右当たった、ダウンだ、ダウンだ、ダウンが取らない、ダウンが取らない、ダウンが取らないぞ、さあ、黄田る、ここで第3ラウンド終了です。さあ、今の戦慄のノックアウトかというような感じのパンチでしたかね。いや、しかしよかったです ね、 ね、はい、この後ね、はい、どれくらいチャンピオンが、ね、回復してるかですね、うん、はい、ランドマギアだったですからね。そうですね、はい、さあ第4ラウンド、場内がガゼン盛り上がってまいりました。
チャンピオンの方もいやこれは手強いぞというのを改めて感じたに違いありません。挑戦者の方はよしこれはいけるぞという気持ちになったか。ただここで決まっちゃいけないですね高橋君もね。そうですか、はい、今までのペースを守らなきゃいけませんね。そういうことですね、はい、今野トランクスの挑戦者の高橋直人19歳。いやしかし19歳ね見えない落ち着きようですね、はい、これはもう10回戦も初めてなら、まあ、タイトル挑戦も初めて A 級賞金トーナメントに優勝して最優秀選手に選ばれました高橋直人、その時100万円を獲得しております。さあこのチャンピオンもね、はい、いろいろ打たれたと意外と強い面がありますからね。そうですね、はい、ですから今後の展開というのがちょっと予想しづらいんですけどね、そうですね。これもいいスピードのあるパンチです。高橋直人左右を顔面にヒットさせました。チャンピオンの今里ロープを背にするチャレンジャーの高橋118ポンドちょうどで昨日の計量をパスした今里、一方の高橋直人の方は117ポンド 53.0 53キロちょうどでパスしております。リミットが118ポンド 53.5 キロです。500グラムほど軽く体作りをしてきました高橋直人、いい左、ね、軽快にこの左そして右と高橋のペースで今のところ試合が進んでいると言っていいでしょう。そうですね、チャンピオンを圧倒している高橋直人、このね今チャンピオン見てますとね、はい、あの不遠投とかそういったものはちょっとないですね。相手をおびき出すとかね、はい、打つぞというのは態度を見せてですね、あの決めるとかね、はい、ただいきなりしまいますからパンチが大きくなっちゃうんですね。あ、単純すぎるわけですね、そういうことですね。それであのよく高橋が、ね、見てますからね、はい、外されたんですね、左ジャブからの右ストレートそして左フックも練習していました高橋直人。ミナッパー、ミナッパー、ミストレート、ミナッパーからミストレート、さあどうするか、この後どうするか、チャレンジャーの高橋今度と劣勢だ。チャンピオンピンチ、チャンピオンダウン、この試合初めてのダウン、この試合初めてのダウン、この試合初めてのダウンでやります。チャンピオンの今度と8カウントを引き出した。さあこの後フィニッシュはどうするか、高橋直人アッパーからストレート、なかなかいいコンテンツを見せた高橋。さあフィニッシュまで持っていけるか、第5ラウンドまだ時間はたっぷりある。チャンピオンも、チャンピオンも応戦する、チャンピオンも応戦する、チャンピオンも必死だ。白いトランクスの今里、新チャンピオン誕生なるか。さあどうする、高橋直人、おっと右、チャンピオンも、チャンピオンも返しますが、ちょっと疲れてきたか、チャンピオン疲れたか、まだ時間は十分にあります。高橋のいいパンチだ、いい感じですね。チャンピオンがちょっと手が出なくなった、手が出なくなった、手が出なくなったぞ。ワン、ツー、スリー、チャンピオンも返す、チャンピオンも返す、左が当たりました。高橋の左がヒットしています。あっと、顎に当たった、顎に当たった、左が顎に、顎を捉えた、左右の連打、左右の連打、ロープを背にした、チャンピオンピッチ、チャンピオンピッチ、さあどうする、高橋だ、高橋だ、高橋だ、ダウン、ダウン、左がダウンです。思わず尻から落ちました今だと。11戦全勝で新チャンピオン誕生です。高橋直人、高橋直人新チャンピオン、戦後42代目の新チャンピオンです。阿部ジムとしてはバンタムでは2人目のチャンピオン、その高木英吾さんが今祝福に駆けつきました。高橋直人が見事に熊田を下しました。